ハイネって呼ばれてるのもね、なんかあれだったけど、と思ったらハイネさあ、始まりました。サマータイム連打です。うん。あ、これ映像ね。うん。あ、出てきた後ろ。 いやなんだろう。どんな内容なんだろう。なあ、これを見てる人が。うん。うん。うん、それわかってるんだ。え今の声、後ろじゃねちょっと待って。一緒にいるのか影の後ろと後ろってことうん。あー <laughs> いやいやいやどうなってんのうん。えー、うん。私と私の影。うん、いるね。えへわからないよ。わ <laughs> かんないって。うん、普通に考えたら左っぽいよね。<laughs> いや、そこ うん、そうね。そうとも取れるけど。うん。なんでそこがなんでなのかがまず気になる。うん。いやけど、この影さん、記憶があれなんだけど。うん。 ことの始まり。しおり。あー、だからしおりを、あの、今の海水浴場というか海で救出するところで、何かがやっぱあったんだね。あの、吉川線とか話出てきてるけど。で、一緒に行動してるんだね。 ええー、どういうこと影が、影がいろんな時間軸みたいなところに行けるんだとしたら、何かこの影見、影後ろが集めた情報とかを、まあ、この当時生きていた後ろに対して、 まあ、この今起きてることとかの話の流れみたいなのを伝えて、協力を仰いでるってことなのかな。けど、それをやるメリットっていうのは一体この何なんだろうね。このいい影と呼ばれるようなさ、この影、牛尾にとって。なんでそんな一人だけ違う行動をとってるんだろうか。やっぱ影の牛尾も、 もうあれなのか、あまりにも人間側の新兵とかミオのことが好きになっちゃったみたいなことなのかなわからん。さあ、7月17日。うん。影か。うん、だから狙われてるんだね、もうしおりちゃんが。で、まだこのしおりちゃんは人間だ。うん、鉄絶対にあの子。 <laughs> いやいや、アランが水虫だと判明。んー、かわいい。しおりちゃんがすごくかわいいぞ。バイトって言うんだね。<laughs> 7月18日。あー、ゴミ掃除の日か。ってことは、ここで遭遇するときだね。あ、早速これがあれか鍵後ろなんじゃない うん。そうだろうな。だねあ。この瞬間に生まれて、いやもうあんた誰にレベルじゃなく自分じゃん。服装まで一緒でさ。よくすぐおったね。え帽子とかあれなの物はあの、んああ、消えたわ。うん。影。うん しおりちゃんも言ってたやつ。うん。調べてみる。いやいやいや、心配だらけだよ。そしてゴミの量やば。えうん。えなんかこの人が頼れそうな気がするんだよな ああ、そしてまだこの家族は、みんな影じゃないんだろうね。この後、たった数日で。<laughs> 何のじゃんけんえ二人で。え <laughs>、どういうことなんで脱ぐのあ、お風呂場かな洗濯機あって。うん、しんちゃん。いやいや、そんなこと言って。<laughs> いやねえ、そしてあなたもでしょみよう。 ねえこれ複雑だよねこの二人して同じ人が好きってしかも兄弟でお姉ちゃんめうんうん心平くんどうしてるんだろうね今 うん。うん。<laughs> 風呂場にまさかの、いや、ちょっといろいろとね、興奮したいとこなんだけど、真剣に聞かなきゃいけないパターンかも。うん。ミオがだから出た後にここに来たんだね。うん。あ影を踏んだというか。おおすごいめっちゃサービスカット。 んそれは自分の性格に言いなさい。うん、けどあなたは影でしょう。そういう認識がすごい薄そうだね。うん。え影ってし、え <laughs> 認識ゼロうん。いや、あなたでしょう。 うーんまあ、それはもうね、そういうことなのかもね。鷹の巣山。うん、<laughs> 髪の毛邪魔だないや、てか本当に自分が陰ってあれがないんだね、認識が。で、全然敵対的じゃないね。うん。 いてまうど。久々に聞きました、いてまう。なんかあんのかなこれであ。何も見つけず。うんこっち。お立ち入り禁止なんかありそうじゃねこれは。<laughs> いや、そりゃね。同じ後ろ同士だから。さあ。 なんか、出てきた何うん。急病と。うん。これはなんか14年前とかに関係するのかなうん。まさかあの車椅子の影みたいなのいたりすんのかね うん、ここに来たことがあるどういうことだろうねその影の時に何かあったのかなあ影やんえ何何形が定まってないというか。え後ろあれかえけどさ、複数体とかあれなの 同時に存在することとか。しかも、あれじゃん、今の影牛尾がいて形だけもすみたいなこと。うーん。うわ、ねじり切ったのか、今。いや、怖やば、え大丈夫いやいやいや、後が三人。もうめちゃくちゃない。 けど中身はやっぱない感じだね。見た目だけで。うん。いや、ちょっと気づいてほしい。そこが弱点だって。うわ。え、今の一瞬で膝やったんやば。うん、まあ、けど、影だったらそんな痛くはないか。うん、ああ、影を刺してたのね。うん。これで理解するかも。 うん、弱点はって言ってるし。うん。いや自分が影だってことおほほえ何髪の毛を剣のように。すげえ。う <laughs> ん。やば、影同士の戦いすごい。<laughs> いや 真っ二つ。うん武器。はー、にしてもさ、こんないきなり使えるもんなのやるね。うん。なんだろう、自分が陰でショック受けてんのかな、うん、いや、こういうとこが救われるよね、後ろの <laughs>。 <laughs> うんなんだあ、またコピーじゃないけど。うん。データだけ。うん。うん。消えるうーん。 うーんだからこそ、今影の後ろが存在できてるんだろうけどね。う,ん、うーん、しおりちゃん。ああ、二人でどうしようか、どうにかしようって動いてたんだね。あ、それでここの撮影になるの うん。ああ、これは今の影の方の。うん、<laughs> いや、すごいあれだよね。同じ声でシンクロされちゃうと、恐ろしい、若干。<laughs> うん。涙流してる。涙とかもな出るんだなああ、こっちの、また、 うーん。新平が来る前にね。うんあ完全にうん。力も。最後どういうこと過去を再生 さあ、さらっとなんかとんでもないことになっていますけども。ああ来たのねそれで。うん。ああ、いるいる。みんな。うん。事件の前って感じだ。いや、お勉強って。ねえ。うん。ああ、一緒に来てた子うん。 まあ、こんな感じでちょっとちゃかされてたんだね。うん。いや、それはできないでしょう。もうそれができたら最強だよ。干渉できたら、過去に。うん。うん。まあ、これがこの子の力ってことだよね。だから。 影後ろ。でここに現れるんだよな。しおりちゃんを狙ってるあれが。えああ水着の後はこうやってあれなんだ。うん。見てて。またなんかあんの。うん。ええー、考え。ええへへ すごいね。もう質量というか大きさは本当関係ないんだな。うん。うん。はあ。うん。ああ、これ何ミオが泳ぎとかを教えるんだね。 うん、いやー、平和なんだけどな、今のところは。こっからだろうな。あー、牛を来た。ここにいるんだね、そして。うーん。牛を。うん。えそりゃ大変。えどっち <laughs> もう、紛らわしいよ、君。<laughs> うんこ漏れたら大変だね、水着に。んあれもういないの一瞬目離した隙に。うん。ああ。だからこれがもう影の仕業なわけで、おお、すごいペンダントが。ああで、二人が、お、早い 早いぞ。牛尾。うん。うん。あー、みんなが目離した時の間のあれはわかんないんだねで。あの子のうんこ問題があった間に、こんなことになっちゃったと。あー、これで牛尾はあれなのか。もう戻ってこれなくなっちゃうんだろうな。 あーで、視点がもう海の中になったね。うん。いるいるーおー、すごいなんか発言するかのように。<laughs> さあ、頼むよおー、マジでその戦い方かっこいいよね。後ろの。おー、なんか、やっつけられたようにも見えるけどね。これ水中だとどうなの あれが影の本体ってことになるのかな影のあれもあるし。わからんね。ああしつこい。いやいやいや、気持ち悪ー。うん、この子狙ってね。ああ、やばいやばい。え、てか、息とかはいらないのかなこの感じだと。こっちの影が大丈夫なんだから。ああ、そうだ。しおりちゃんはダメだ。そうだそうだ。ああ 牛尾いやー。わー、これでなんかありそう。ここにしたことによって。これであれなんだ。首の、吉川線ができるんだ。あー、影のしおりちゃんに。で、しおりちゃんを優先した結果、牛尾はあれなんだね。 いや、これを見なきゃいけないのも辛いね、また。この最後の時を。見えても助けられないわけじゃん。うん待て。まだなんかしてくんのかいや、怖いって、怖いんだよ、あんた。 本当にタフだねこのしおりちゃんのおかげは。だからもう死んだってことだね、後ろは。ああ、すごいすごいんだけど、効かない不良品。ああ、触ったらわかったってこといや、不良品って何なの、そもそも。え何してんの、これ。どういうこと 何,何,何ん近づいてきてる。何がうん。あこれ、ああ、影の後ろか。いやー、入れ替わりましたと。 ここで助けられるんだねあ。近づいてきてるって言ったのはこの二人のことだったか。うんあ、こういうことだったんだね。うん 24日の夏祭りから。いやーああ、まだ見てんのきつくないこれ見るのずっと。いや、け、こんなことさ、そうくんも言ってるけど、 そうくんの言うも絶対なんかあると思うんだよね。影のあれは。うん、俺がやるべき、うん。悲しくないわけないもんね。あえ何どういうこと どういうことなんで干渉してきてるじゃん。やば。いや、ハイネって呼ばれてるのもね、なんかあれだったけど、と思ったらハイネ。えいや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 。やば。 いや、これはどうなっちゃうのえ戻ってきたんああ、だから、影の後ろが、あの、しおりちゃんになんか干渉されたことによって、もしかしたら、いや、それは関係ないかな。うんね、すごいね。これやばいんじゃないこの印みたいなもん。 俺ついてたらさ。だからあの、後ろはやっぱさっきも今言いかけたけど、影うしおりちゃんに、なんかこうじわじわってから顔をさ、侵食された時に、ちょっとなんか入ってたんじゃないかな。だからこの力を使うごとに、あの、そのあっち側の悪い影の方は、やっぱハイネみたいなお母さんって呼ばれてるのと繋がってて、 ここに干渉できる力があるみたいな。で、そこに今、新兵が来たから、姿を表した、みたいなことなのかな。で、その結果、あれがついたじゃん。これ、もうさ、この先なんか、ループとかしても、消えないとか、そういうことないかね。だかここに何かいるのかわかんないけど、これを残したハイネだけは、 なんかループする中のそういう記憶とかそういうのもさ、全部残ってくとか、もうそうなるともうわけわかんないけどな。もう自分でも今言っててよくわかってないのよ。何喋ってんのかが。もうループ系って本当頭こんがらがるんだよな。しかも1話から4話か5話くらいまで俺も消えちゃってるしさ。どうなっちゃうのこれ。マジで。さあ。 次回予告、タイトルだけだけどね。なんだろう。 もう俺この音本当苦手なんだけどな闇の中うーん,なんかやばそうだねまあさっきのこともあるしで幸いなんかあの影後ろが結構戦闘面で役に今後立ちそうじゃん記憶も戻ってでこの能力も一応使っていいのかわかんないけどあるから、まあ、今のハイネのなんかちょっとねデメリットみたいなのはあるものの収穫もあったよね今一応そのしおりちゃんのとこで何があったのかっていうのも分かったしであとは本当にこの影後ろがまあ 自分のことをそもそも影としても認識してなかったっていうところで影しおりの方からその欠陥品って言われてるじゃんそこになるまでに何があったかだよねそうくんのところのなんか委員、e、みたいなのが出てきてさそこがなんか記憶にあるみたいなことも言ってるし結構昔からこの島にいたのかなあの影はそれともあの場所であの影が生まれたとか今後あの場所がまた舞台になることがありそうだねあとそう ソくんは何も知らないのかなあんな大泣きしてたけど。トキコはなんか協力してるようなセリフがあったじゃんそうくんもそんなに酔わせたとこあったっけちょっと僕忘れちゃってるんだけどさ。まあこれに関してはまだまだね、話数も続きあるってことで、これからもね、いろんなこと起きそうだし、そこ楽しみにしながら見ていきたいと思います。はい、というわけでね、以上動画も突がお送りしました。バイバイ